利休院公園利休院跡は、三重県伊勢市小伯町本町にある、伊勢神宮西宮の利休のあった場所である。1924年に、国の史跡に指定されている、西宮の時官及び、直進の宿舎、並びに、神宮寺、諸子の感謝駅場院などがあった。大宮宮の三栗屋も校内に含まれていた。元は、山田源沼木五校河原野にあったが、水害によって、 延暦16年8月この地に移転させられた。天朝元年に、多岐の五木の宮が不便のために、利休院を五木の宮に当てたことがあった。鎌倉時代以降、再偶漁の廃絶によって、次第に荒廃した。三宮線宮川駅の設置により破壊されたが、当時の石である土井の痕跡が残存していた。感謝神社隣接して、感謝の鎮護神である、感謝神社があり、 同神社は、利休院氏の所有者でもある。824年から839年までの15年に、渡って西宮がこの地に移転された。800年頃には、西宮は行政部門を持った500名を抱える、一大館長街となっていたが、ここにあった、大宮宮寺と合わせて、東西900メートル南北400メートルの大規模な、ものであったという。 当時の役所群は現在の宮川駅から外城田川に渡る小畑町中心域に広がっていた。ありがとうございます。